周東選手ね。おお。ホークスの。はい。うわ、めちゃくちゃ速いです。めちゃくちゃ速い。速い。じゃあ、走塁の技術、盗塁の技術をもっともっと勉強すれば。そうですね。今で、はい。僕が見たのが一番速いんで。ああ、足がですか。足が。はあ。あの警戒されてる中、楽々セーフになる技術もありますし、はい、いや盗塁に関しては周東が一番かな。周東選手はやっぱりスピード。スピード、はい。スタートはどうですか。スタート遅れ、ちょっと遅れてもセーフになるスピードがあるので、おう、まあ、そんなにこう詳しく、詳しくっていうか、あれだけのスピードがあれば癖とかいらないと思います。へー、うん、自分がいいスタート切れた時に走ればいいだけなので、ちょっとスタート悪いなと思えばこうやめるのができれば、もっともっと確率は上がるでしょうね。速いと言っても、うん、もうこう、いろんなスピードの速さあると思うんですけど、はい、やっぱトップスピードに入るのが速かったりっていうところですか。トップに入るのも速いし、スライディングも速いので、まあ、そうですね、すごいですよ。飯田さん、例えば現役の時に、はい、まあ、赤星選手だったりとか、うん、鈴木隆弘君だったりとか、うん、いろんなね、はい、足のスペシャリストを見てきたと思うんですけど、見てきましたね。その中でおいても周東選手はもう全然ダントツですよ。赤星君は、はい、もう技術がすごいです。リードがでかいし、うん、もうなんていうんですかね、スライディングも速いんですけど、はい、リードで返したらもう周東がもうダントツです。